今日は心と感情何が違うのここをお話します心がずっと働かなかった精神時代えその時代は精神と書いて心と表現されていたようです、えー、精神っていうのはあの神という字書きますよねで神様がいろんなことを決めて、えー、人に下ろして私たちはそれを 感感じてて情といいううものををったたような話をセミナーで聞きましたえこの感情というのをどう表現したらいいか皆さんわからないと思うんですよ。で感情って怒るとか泣くとか喜怒哀楽を指していますよね。で心の喜怒哀楽って何よって言うと同じもののように感じるんですが これ全く違いますで感情でも起伏の激しいと言われるもの。喜びが大きい、悲しみが深い、怒りが大きい。こういう上下するものがその時代の感情です。感じることにつく情と書いて感情。情はゴミと言われてますよね。 でこの「感情がダメだ」というのはこれからの時代心で感じることがメインになってきます心というのは、えー、好きか嫌いかがメインになってくるんですがこれ後半でお話しますまず自分の中にある感情を見つめてくださいで今ちょっと話しましたが上下する感情ね怒りは大きいとかね悲しみ深いとかね あのー、怒るとうわーっと感情が高ぶって人の言うことが聞けなくなったり相手の言ってることが理解できない。ごめんなさい相手の言ってることが理解できないと人の言ってることが聞けないというのは全く違います。え相手の言ってることが理解できないのは相手が説得しようとしているのに対して。 えこちら側がそれを理解できないあの自分の思っていることと相手の言っていることが違いすぎて理解できないという状態で、えー、こちら側が興奮して何だかわからない時っていうのはもうただただ周りを拒否している怒りに身を任して自分の何も受け入れられない 私の中にはあなたもあなたもあなたも誰一人受け入れられない状態ですよね。で怒りというのはまさにその感情で心が働くと怒りではなく理解しようとし始めるのでなぜこのことが起きたのかどんな学びをしていくのかという視点で相手に対してそれは私は違いますと。 これはこういう理解でいいのですかというえ交渉相手に対してね嫌なことがあっても交渉していくことができるようになっていくんですが心が働かないと感情が働いてカッと腹が立って怒りになってもう何も考えられなくなるただただ腹が立つそれこそ火山が噴火する状態ですよね。 火山が噴火しているのをどうやって止めたらいいのかって止,、ま、止められないじゃないですかこれと一緒ですで悲しみもそう一旦悲しみのスイッチが入っちゃうともう悲しくて悲しくて周りの人の慰めなんて何の役にも立たないっていうねこれが感情の悲しみですよねで自己否定も入ってくると思うんです 悲しみや怒りの中にはね自己,否定自己否定も入って自分の感情が暴走していく誰もそこまで言ってないしあなたをそこまで傷つけていないにもかかわらず悲しくなってしまうとか怒りが暴走していくこれは明らかに感情暴走する段階でも感情ですよねで喜び が高いい大きいもう嬉しくて嬉しくて笑い転げ楽しくて笑い転げて,て,転げて、まあ、こういったことも心が働くと起こらなくなっていきます心が働くと満たされていくので嬉しいとか楽しいという感情は、えー、違う種類のものになってきます「え喜怒哀楽」って「喜う嬉しい」と「怒る」愛「愛悲しい」楽「楽しい」 今全部話しましまたか、ね、でこの感情が心が働いてないと特に現れるもので心が働き出すとこの感情は働かなくなってきます。感情という部分で物事を判断するのではなく心が受け止める形になるので あなたが楽しいと思うこと楽しい時に感情が感情のように上下しないんですね左右に動く左右に動くって何ですよねえ理解をするということでいいと思います何で自分は楽しいんだろうああこれによって満たされるんだ自分はあこういうことが好きだったんだという理解を することによってこれからもあ満たされるというのがこういうことなんだというものを求めていく満たされる毎日が満たされる日々で過ごすというのがこれからの時代です特に来年以降自分が満たされるものが何かをきちんと明らかにしておきましょうどんどん近づいてきます で嫌なものっていうのはなぜ自分が嫌なのかということが分かってくるんですよ。今までは何かが起こるとカチンときてバーッと感情が上がって腹が立つっていうね。または腹が立ってそれをぶつける相手もいないから今度は自己否定に入って維持維持する。ね、だいたいいじける人は裏で怒ってます。怒っているからどんな慰めも通用しない。 いいうケースが多いですしかしこれから心が働くと嫌なことに出会った時にえなぜこれが来たのかななんてこれ嫌いなのかな嫌なのかなという発想に変わってきます。カチンと来て腹が立つではなくなります。ということで喧嘩は減りますよね。人と衝突することも減ります。 あなたが苦しむこれが心が働く状態になっていきますねで。心が働くと苦しみが減ってくるんですよ。今話した内容で減ってくるんですが、これは突然起こることではありません。子どもたちが、 いろんなことを身につけるために何年も何年も学びますよね。心も一緒です。突然働いたから、ああ分かったっていう状態ではなく、自分が満たされるものは何か。満足と満たされるは違うとセミナーでは言ってたんですが、ここの違いはちょっとわからないですね。満足する、満たされる。満たされるっていう表現が妥当なのは、その 自分の分、器、この器の中にいっぱい溜まっていると満たされるという、ね、表現がありましたで。これはお金だけではなく、心が満たされる、もので満たされる、人で満たされる、もちろんお金でも、ね、満たされるという意味の満たされるです。ですから、あなたにとって必要なものがあなたの 中に入ってくるこれは中というのは環境という意味です。あなたが関わるすべて時間空間すべてこの中に入ってくるという意味です。家の中に入ってくるという意味ではありません。仕事に入ってくるかもしれないしあなたが歩いたいだね 場所。出かけようとしてその日が晴れてちょっと暖かくて心地いいとかね。涼しくて心地いいとかいう。これもあなたの中に入ってくるものの一つです。こういったものが全部入ってきて満たされていく。心が働くことによって満たされていく。という意味になります。えー、こちらで意味が伝わるでしょうか で多分、感情と心が違うということはなんとなく分かったよって思ってもらえたと思うんですね。今はこの段階で理解してください。今日はここまで。またねー